爆弾じゃないですよ。タッチパネル式のコントローラー、触ってないのに触ってるっていう、ほらこれ浮いてるんです。ダッシュできないんですよ。ちょっとやるか。大丈夫ですか。あ、あれ今なんで省略権は7、8、9、9。皆さんこんにちは、ロート G の時戸でございます。今回は格ゲー研究室の第5回となっております。格ゲー研究室というのはですね、格闘ゲームのプレイの向上を目指しまして、さまざまなことを科学的に検証していく番組となっております。今回はですね、シャープ123と主にお蔵入りになったコントローラーを紹介してきたのですが、その中から皆さん のコメントとかにもあったことを踏まえつつ、新しいデバイスを開発いたしましたので紹介したいなと思います。で、今回持ってきたのはこちらのデバイスとなっております。爆弾じゃないですよ。こうするとちょっとずれてね、動かなくなってしまうとか、そういう危険性すらある、まだプロトタイプなんで。タッチパネル式の、コントローラー、レバーレスコントローラーですね。レバーレスどころかボタンレスでもございますので、そこ要注意を。導入しようと思ったきっかけは、レバーレスコントローラーにした時点で、その押し込むだとか、そのアクチュエーションポイントとかストロークとかっていう話が出たと思うんですけど、それをすっ飛ばして、タッチパネルにすることが、やはりそこら辺 その時間のロスを、埋めることができる。最速はタッチパネルじゃないかなというのは構想としてはあったんですが、コメントの方でもこういうご指摘をしてくださる方が多かったので、急ピッチでこちらを仕上げていただいたということになっております。回路図ちょっとここら辺に後で技術屋さんからいただいたものを出そうと思うのですが、 UFB 含めて15,000円〜16,000円ぐらいで作れているという感じでございますかね。で、触ってみた感想なのですが、これプロトタイプだからしょうがないんですけど、意図していない挙動と申しますか、そのこれね、静電容量式、タッチセンサーなんで、このね、この段階だと触ってないのに触ってるっていう、ほらこれ浮いてるんです。浮いてるけど反応しちゃうっていうのはあって、ここら辺はね、ちょっとアクリルを増すとかで対応今後できるようになると思うんですが、その意図していない動作が起こりまくる、並びにボタンがないので正しい位置がどこなんだかよく分かんなくて、そもそも押せてないとか、そういうことがありますね。改善点として考えられるのは、一応ボタンの形だけ、かさ増ししといて、そこに触った時にちゃんと、電気が流れる、もっと正確に言うとゲートに電気が流れるっていうね、 MOSFET を使った回路を組んでますんで、ゲートに電気が流れると、ドレインからソースに電気が流れるということになっております。これは組んでから気づいたんですが、このタッチセンサーは、入力感覚がそこまで、敏感ではありません。こちらにデータシート、ここかここか分かんないですけど、データシートはちょっと出してもらうんですが、アウトプットレスポンスタイムが60ms とデータで出ております。60ms というのは、フレームでいうと4フレームぐらい、レスポンスアウトプットレスポンスタイムがかかるということですので、この、タッチ パネルでピアノ押しをするとダッシュできないんですよ。っていうのは、つまり、60ms間隔、4フレームとしちゃいましょうか、4フレーム間隔で、オンオフの認識を切り替えているということなんで、それ以下の、入力、指のピアノ押しとかは4フレームの認識の中で起きても、それは1回だけ押しましたという判定になってしまうわけなんです。なので、もうちょっとね、そこの感度の高いタッチセンサーを今後利用することで、そこはクリアできるのかなと思います。これ使ってるのは、TTP223 という、タッチセンサーを使っているんですが、感度のいいセンサーを
探してるんですが見つからないので、皆様 の、 あのまたご知恵を拝借できればなと思います。よろしくお願いいたします。あとまあそのこれが CPT で使えるかどうかはあの分かりません。あのボタンなのかこれはという話もあるので、ルール的にちょっと分かんないんでなかなか使いづらいんですけれども、一応まあこんなデバイスできましたということで紹介させていただきます。それでは実際にちょっとやってみましょうか。いきます。どう？動くのよ。動くは動く。あ、でこれあのスタートボタンとかは普通のボタンになってます。これか、あ違うか、あこれか。ジャブ、ストレート。今これ左手の手がやっぱね、手の構造上薬指がやっぱね基盤にいつも近い位置にあるんで左が入っちゃうことが多いです、触ってないのに。で、おお、ええな、ええな、あれあれ、あだからこれ連打が連打対応してないんですよ。だからダッシュが難しい。ちょっとゆっくり、ほら本気ダッシュするとピアノ押しすると動かないのよ。コンボ行こうか。じゃあ、あいいね。あ、いやちょっとむずいぞ。一応、あおい、ちょっとやるか、ちょっとやるか、1ラウンドやろう。はい、でこれマジでいきます。はい、おっしゃっす、おっしゃっす。飛び道具とか打てるから普通に1ラウンドだからね。はい、やべ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 、絶対、おいー、あーまずい、やべ、ダッシュでね、ダッシュでダッシュでね、どうせ、いやここだろ。あそっか、中堅とこれ出んのかな。そうや、受け身は取るよ、ね、これだ。ここしっかりしてます。なるほど、え見つけた見つけた。は、あ、あれ今なんで昇竜拳は。まあでも、あ、待った待った、あその活動イノショリス、え昇竜拳出ねえ。ありがとうございました。どうして、ありがとうございました、時田さん、どうして、ありがとうございました。でちょっと触ってみるか。はい、ちょっと触ってみましょうか。はい、あすごい、全然押してる感覚ないでしょ。本当に初めての感覚ですよ俺は。どんぐらいでも、でも浮かせるとだから遅くなっちゃうじゃないですか、あんまり浮かせすぎる。そう、え、そう、本当だ、薬指が今震えてしまっていた。薬指震えるし、その正しい位置がどこなのかまだ分かんない。これめちゃくちゃ怖いんですけど。めちゃくちゃ怖い。あ、あ、うん、あれ、あ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプできる。そう、本当にしゃがめない。え、なんか時野さんよく動かせてましたね、さっき。あ、押して、ちゃんと押して、ね、ちゃんと押して、そのユニポーラトランジスタに電気流してあげて。ちょっと分かんない、頭ほんがらがる。あ、これそうそうそうさあさあさあ、手元見る必要あるさ、これ。そう。そう。全然繋がんない。あ、でも慣れたら動かせはしそう。うん、俺ちょうど遅くて出るから。ちょうどピアノ押しじゃ出ないはずだね。そうですね。あ、本当だ。あ、本当だ。小作さんの感想の方はどうでしょうか。いや、なんかもう初めての感覚すぎてちょっと不安がすごかった。その俺が本当に下ろす先にボタンがあるのかという、そこですよね。いや、そこなんですよ、ま、間違ってても感触は変わらないっていう感覚がないから、うん、そこはなんかやっぱりそのボタンをちゃんと設置することで一応クリアできるのかなとか思うんだけども、次世代の次世代来るんかな、ね、これ現状だとやっぱりタッチセンサーの性能で競技の場には出せないということがもう明らかに分かっていますので、
まあ、でも一応原理的に押し込みストロークとかを考えなくていいっていう点で、はい、これが一番触れた時点で反応するっていうのができれば、うん、早い入力にできる。そうですよね。っていうのはありそうだよね。何年後ですかね。何年後か、ひょっとしたら俺らが死んだとかもしれない。そんな格闘ゲームの歴史すごいことになってますよ。これからの改良版にも皆様ご期待ください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは以前の格ゲー研究室第1回でもやった前ステップの速さの検証ですね、こちらのタッチパネルコントローラーでもやってみたいと思います。本気出しちゃうとこのタッチセンサーの限界を超えてしまうので1回の入力になっちゃうので、ちょっとゆっくりめに、ほらこの、はい、タッチセンサーの待ち受け間隔が60ミリセカンド、まあ、4フレームなんで、ダッシュがそれ以下では出ないですよね。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9、0、1、2、3、4、5、6、6、6、6、7、8、9、9。途中全然歩いてたもんな俺、こうやって。では1、2、3、4、5、6、7、8、9、9。はい、それではこの、タッチパネル式コントローラーでマエステの検証をしたのですが、まあやはりね、数値の方はあまりよろしい数値は出ませんでした。今回はごめんなさい、4回の平均になっちゃうんですが、4回の平均が、8.25 という結果になりました。まあこちらね、今度センサーの性能をもうちょっといいのにして、上げていきたいかなと思います。はい、以上、格ゲー研究室でございました。今後も様々なことをね、検証していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録の方と、グッドボタンの方も何卒よろしくお願いいたします。それでは、また